ベルリンドイツ技術博物館の新館ベルリンドイツ技術博物館はベルリンに1982年に開設され歴史的な技術的製品の大きなコレクションを展示している。博物館の重点は鉄道輸送機関にあるがまたいろいろな産業テクノロジーの展示をも特徴とする。近年海運及び航空展示ホールを開設した。 博物館はスペクトラムと呼ばれる科学センターも有する。2002年5月15日に、コンピュータの先駆者、コンラートツーゼの発明を呼び物にした、特別展示が始まった。ベルリンのクロイツベルク地区の、以前は、アンハルター駅の貨物輸送倉庫の一部だった建物に、ある。建物の有名な C-47、レイゼンバーマースカイトレインは、テレビ塔の最上部から、そして、 テンペルホーフ空港に加工中の航空機から容易に見ることができる。博物館は大変多くの所蔵品を持ち、大きな航空機部には、メッサーシュミットボーイフレンド110、フラッグホー、シュトゥーカ、V1 飛行爆弾等を所蔵する。ドレス電交通博物館は、1956年、開設。要塞建築家。 パウル・ブフナーによって1586から1591年に、選定校、クリスティアン一世の命令によって作られた建築、ヨハネウムの中にある。ドレスデン交通博物館の歴史は1952年5月1日に始まる。この日、交通大学と運輸省の間の交渉が、東ドイツの交通博物館の建設のために始まった。主に、 第二次世界大戦の間に保管された、ザクセン鉄道博物館の展示物を収蔵する必要があった。ボーフムダールハウゼン鉄道博物館は、ボーフムの南にある鉄道博物館である。1916から1918年に設立され1969年に廃止された、ボーフムダールハウゼン機関区に1977年。 夏季のドイツ鉄道歴史協会によって設立された、およそ4万6千平方メートルの敷地を持つドイツの最も大きい施設鉄道博物館である。博物館の中心を構成するのは、14両収容の機関庫と20メートルのターンテーブル、給水塔、工場のほか、給水、給炭設備などもある。また稼働可能な600ミリの作業用軌道が、 存在している。以前の機関区の設備すべては記念物として保護されている。シュパイアー技術博物館と B-747 の展示シュパイアー技術博物館は、ラインラントプファルツ州のシュパイアー市にある博物館で、ある。この博物館は1991年に、下記ジンスハイム自動車、技術博物館の文館として開かれた、そして、ジンスハイム自動車、 技術博物館協会によって運営されている。2004年の時点で、屋内と屋外で2000以上の展示物と、15万平方メートル以上の展示エリアを有する。そして1年に50万以上の訪問者がある。展示に加え、博物館はまた22メートル X27 メートルの大きさの巨大なアイマックスドーム劇場を持つ。ジンスハイム自動車。 技術博物館外部。入場可能なコンコルドとつ、スマイナス144。ジンスハイム自動車技術博物館は、ドイツのジンスハイムで1981年に開設された博物館。ジンスハイム自動車技術博物館協会によって運営される。この協会は、シュパヤー技術博物館も運営する。2004年現在、 三千以上の展示物と五万平方メートル以上の展示領域を持つ。展示に加えて、22メートル27メートルの IMAX3D 劇場がある。一年に百万人以上の訪問者があり、ヨーロッパで最も大きな私有博物館である。ニュルンベルク交通博物館は、ニュルンベルク DB 博物館とコミュニケーション博物館の2部分からなる。 また、コブレンツ DB 博物館、ハレ DB 博物館が別館としてある。ヨーロッパの最も古い技術史博物館の一つ。バイエルン鉄道博物館は、100以上のオリジナルの車両を有している。1985年、キューネルトリンゲン機関区に置かれた。01066、03295、18478等の機関車を有する。 校内ハイルブロン南ドイツ鉄道博物館は1998年に設立されたハイルブロン南ドイツ鉄道博物館協会によって運営され次の目的を持つ文化財として保護されている旧ハイルブロン機関区の敷地の管理歴史的な鉄道車両とそこに属するインフラの維持公開運営団体のメンバーは 博物館のために活動を行っている。ドイツ蒸気機関車博物館は、オーバーフランケン・ノイエンマルクトにあり、1977年、設立。ノイエンマルクト・ビルスベルク駅近くに所在。かつてのノイエンマルクト・ビルスベルク機関区である。同機関区はもともと1895年に、王立ヴイエルン国有鉄道により設置され、1923年に、 ドイツ国営鉄道によって拡張された。ドイツ鉄道歴史協会は、ドイツの鉄道の歴史を扱う団体で、その目的は、歴史全体のフレームワークの中で鉄道の歴史の理解と科学的研究を促進すること、重要な文化とテクノロジーの記念碑の維持管理である。協会は、カールスルーエで1967年4月22日に設立された。 1969年8月1日に、連邦鉄道がボーフムダールハウゼン機関区を閉鎖した、後、蒸気機関車時代のオリジナル状態に復旧していった。1972年、車両搬入に際しダールハウゼンの受け入れ能力の関係で、ノイシュタット、ハールト機関区の古い建物等が貸し渡された。1981年にはそこから、ジャグノイシュタット、 バインシュトラーセ鉄道博物館も生まれた。今日では、ジャグは、ビュルツブルグ鉄道博物館も運営している。シュタースフルト伝統機関区は、ザクセンアンハルト州のシュタースフルトにある機関区で、1856年に開設された。シェーネベックギュステン間の路線にある、この機関区は、日シュタースフルト伝統機関区鉄道愛好会の手によって運営されている。 20メートルの転車台を持つ線形庫は建築後100年以上で24両の機関車を収容できる。1988年まではドイツ国営鉄道の41形状機機関車を呼び50形状機機関車がここから定期の旅客、貨物運用を行っていた。上方からの0118、ケーニヒシュタインムタウヌスにて、フランクフルト歴史鉄道は フランクフルトアムマインの保存鉄道である。教会は1978年に設立され、技術的な文化記念碑としての歴史的に価値ある、鉄道関連物、特に蒸気機関車を、胴体で保存することを目的としている。1979年以降、定期的な保存運転が、年に何度かの週末に、フランクフルト鉄道のメインクール、イザーナーステーグと、 フランクフルト・グリースハイム停車場の間で行われる。1981年以降、毎年精霊降臨祭に、ケイニヒシュタイン駅祭りを行い、ケイニヒシュタイン鉄道のフランクフルト・ヘイヒストと、ケイニヒシュタイン・イム・タウヌス間で運行される。その上、フランクフルト歴史鉄道の車両が、ドイツ中で特別運行に使われる。保存機関車のうち最も有名なものは、 01、軽機関車0118であり、52軽機関車524867、も重要である。ウルム鉄道愛好家協会は、歴史的に貴重な鉄道資料の保護を目的とする、クラブである。1969年に設立された、およそ600人のメンバーを有し、約12両の蒸気機関車と多数の歴史的な車両を、保有する。 下記の4つのセクションに分かれる。結界学、ドイツ保存鉄道一覧表による。ありがとうございます。